私が、個人で、やり始めたユニットグータララバイというのがございまして、それがですね、10月の、18日から、21日まで、京都のですね、京都河原町の一斉小学校というところで、二人芝居なんですけれども、羽衣の俳優の日高圭介と、千田千佳さんという女優さんで、男女の二人芝居をやろうと思っておりますので、ぜひお越しください。こちらあの京都のエクスペリメントという、そうですね、大きなフェスティバルの中のフリンジの企画の一本でなっておりまして、大人っぽい感じの作品になっています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あともう一つ、そのですね、深井プロデュース羽衣なんですけども、コリッチ舞台芸術祭り2012春というのですグランプリをいただきまして、それの、受賞記念で、ライブを、何回かやります。で11月14日京都アバンギルドというライブハウスで、やりますので、これはですねもう生バンドを従えて羽衣でやった曲をもう完全に音楽ライブで、やっていくという、やつなので、お近くの方は、興味ある方はぜひお越しくださいませ。もしあのたくさん来ていただけたら、また大阪に来たいと思ってますので、ぜひぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。